日本鹿児島県鹿児島市高市高市は、鹿児島県鹿児島市の町町旧鹿児島深高市馬場町、鹿児島市高市馬場,場町。郵便番号は8 9 0 0 0ロ4 3人口は985人、世帯数は551世帯。高市1丁目及び高市2丁目が設置されており、高市1丁目及び高市2丁目の全域で、住居表示を実施している。 鹿児島市の中部、甲月川中流域に位置している。町域の北方には、新松陰町、南方には西田、西方には薬師、東方には平野町がそれぞれ接している。町域の中央を南北に、鹿児島本線が通っている。西田町の北側に魚物方、兵具方に勤める、下級武士の市屋敷として作られたとされる。高市という地名は、 明治時代の初期より見え、鹿児島深化市、馬場町と称していた。1888年に交付された姿勢に基づき、1889年2月2日に官報に掲載された姿勢施行地によって、鹿児島が姿勢施行地に指定された。3月5日には、鹿児島県令第26号によって、鹿児島軍のうち50町村が姿勢による 鹿児島市の区域と定められ、4月1日に市政が施行されたのに伴い、鹿児島郡50町村の区域より、鹿児島市が成立した。それまでの高島場町は、鹿児島市の町、高島場町となった。1899年には、馬場の地を除いた高島町に改称した。1962年に住居表示に関する法律が施行されたのに伴い、鹿児島市は、 鹿児島市街地域の住居表示に着手した。西鹿児島駅前一帯において、町会町名の変更が実施されることとなり、1970年に高島町の一部より高市一丁目が設置された。1976年7月5日には、情勢地区で住居表示が実施されたのに伴い高島町及び、薬師町の各一部より高市二丁目が設置され、高島町の一部は、 薬師一丁目、城西一丁目の各一部となった。この城西地区の住居表示実施に伴う町域再編によって高島町は廃止された。以下の表は国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。